行こう。部活の帰りに陽子たちとお茶したら、隣のテーブルに超かっこいい男の子がいたんだ。でもすぐに彼女が現れちゃって、ありゃりゃって感じ。あー、高校2年の春だというのに、なんかこうもっと刺激的な出来事はないもんかな。例えば恋とか。ミシー、ケーキ食べない？食べる食べる。あのね、ミッキー、驚かないで聞いてほしいんだが。うん、私たち離婚しようと思うの。え？それは確かに刺激的な出来事だった。だったけど、何よそれ！私の受難の日々の幕開けだった。の T セット出してるからなんか変だなとは思ったんだ。だけどまさかあんな話だなんて。でもどうして？ミキんとこのご両親すっごく仲良かったじゃない。確かこの間もミキを放って二人でハワイに行っちゃって。そのハワイ旅行、それが原因なんだ。マスーラ、誰よそれ。ハワイ旅行で同じツアーだったご夫婦なの。同年代なんでしっかり意気投合してね。一緒に行動してるうちにママは松浦さんと、パパはその奥さんと恋に落ちてしまったんだ。恋？そうなので、4人でいろいろ話し合った結果、パートナーを交換して再婚しようっていうことになったんだよ。パートナーを交換？嘘でしょ！聞いたことないよ、そんなバカバカしい話。ま、あんまり前例はないかもな。私たちの間に愛情がなくなったわけじゃないのよ。今でもお互い大好きなの。うん。でもそれはもう恋愛じゃなくて家族愛なのよね。俺たちさ、結婚前も恋人っていうより親友ってノリだったしな。そうよね。片方だけだったら浮気とか不倫ってことになってまずいけど。そうそう、問題ないよな。冗談はやめて。うん、お願い、正気に戻って。ミッキー、私たちね、松浦夫妻に出会って久々に感じたときめきを大切にしたいの。だからお願い、許して。誰が許せるかっての。すごいミキ、力持ち。そりゃうちの親は普段からちょっと変わったとこあったけど、今回のはひどすぎる。許せる範囲を超えてるよ。あら、でもファンキーで楽しいご両親じゃない。私好きよ。メイコったら人事だと思って。本気で言ってるのよ。うちの両親よりずっといいわ。え？うちはね、夫婦仲は冷え切っててお互い愛人もいるくせに、父は世間体から、母は経済的な理由から絶対離婚しないの。さっさと別れてくれればよかったのに。不仲の両親を見て育つ子供がどんなに心に傷を負うか。私は絶対結婚なんかしない。メイコ、それで交際の申し込み全部断ってるの？モテるのに。それは違うの。好みのタイプがいなかっただけ。結婚不審だけど男性不審じゃないから。メイコって。おいミキー、何やってんだ。キンタ、急がないと練習遅れっぞ。あ、ごめん、今日出られないんだ。あ、なんか用事？問題の松浦夫妻と会食すんの。何としても4人を説得して思いとどまらせなきゃ。なるほど。食いすぎで腹でも壊したのか。ひどい。違うよ、家庭の事情。家庭の事情？なんかあったの？ちょっとね。ともかく銀太、キャプテンにそう断っといてよ。じゃ、よろしくね。ったく、こんな話恥ずかしくって銀太には話せないよ。ほんと嫌になっちゃう。だけどあれでも一応私の両親だし、
社会常識から外れた真似をするのを黙って見過ごすわけにはいかないよ。断固阻止なんだから。これが娘のミキです。ミキ、こちらが松浦洋二さんと奥さんの千夜子さん。はじめまして。よろしくね、ミキちゃん。はじめまして。優しそうなご夫婦、すごくまともな人たちに見えるけど、まだ信じられないんですけど、本当にうちの両親と相手取り替えて再婚するつもりなんですか？そうよ。やっぱりまともじゃない。ゆうくんは？学校から直接来るって。ゆうくん？話したでしょ、松浦さんの息子さんよ、ミキと同い年の。そっか、松浦さん家にも子供がいたんだ。私と同様とんでもない親に悩まされてる息子が。よかった、一人でも味方がいれば心強いもんね。よし、その子と一緒に断固反対して。来た来た、こっちよ。ゆう、ごめん遅れた。ゆうくん、こんにちは。笑った顔が超かわいい。こんにちは。やだ、どうしよう。こんなこと知り合いになれるなんて、もしかしてすごくラッキー。何考えてんだとしては、今はそういう場合じゃなくて。はっきり言わせてもらいますけど、私は離婚も再婚も反対です。だってこんなのめちゃくちゃすぎます。親戚の人たちだって許すはず。あ、大丈夫、その辺の根回しは済んでいるから。いや、俺たち昔っから好き放題やってるから、今さら誰も驚いてくれなくてさ。うちもだよ、勝手にすればなんて。それに世間体ってもんだって。あんた若いくせに頭固いわね。もっとフレキシブルに考えられないかな。大切なのは私たちの気持ちでしょ。気持ち？それじゃあ私とゆうくんの気持ちはどうなるのよ。親の身勝手に振り回されてる子供の身にもなって。俺は構わないよ。あんた自分の親がこんなとんでもないこと言ってるのに何とも思わないの？別に本人が納得してんならいいんじゃないか。スープ冷めるぜ。こいつ変。つまり反対してんのミキだけなのよね。そりゃうちのパパとママは全然普通の親らしくなくて、軽薄で私の成績なんか、無関心で通信簿も見ようとしないし、料理は下手だし、寝坊はするし、すぐに無駄な買い物や旅行はするし、でもそれでも私のパパ